津川と高杉康次と申します。大岡山の皆様、こんにちは。今国会ではですね、8年前の文書をもとに高市経済安保大臣の辞任を迫るというですね、立憲、共産などの動きがありますけれども、噂なんですけれども、岸田総理がなんかこれを騒ぎに嫌気がさして、おとなしく高市さんに大臣を辞めてしまえなんていうような働きかけをしているという噂がございます。何でもですね、立憲と共産がまたぞろ国会審議拒否するぞと、ずる休みするぞと、代わりに高市大臣の首を差し出せ、こんなことを岸田総理に言ったようなんですけれども、どうして野党が審議拒否するぞ、そんなことをいつも言うのかと言いますと、それをするたびに自民党がおたつくからでありますね、ぐらぐら審議拒否という言葉にビビりやがって、どうしても謝っとけよなんつって譲歩してしまう、だから毎回審議拒否だって言って脅すんですよ。自民党もですね、少年を入れてですね、審議拒否、すれば、これでいいではありませんか。別に立憲と共産と社民とれいわだけが野党ではありません。維新と国民民主党という野党もございます。野党が一つでも入っていれば、強行採決ですか、そんなことを言われる筋合いはありませんので、立憲さんと共産さんが国会休むっていうんだったらば、どうぞどうぞ、じゃあいないうちに進めておきますんで、あなたは生き物係に決まりました、勝手に決めればいいんですよ、休んでる間に勝手に決めたものは文句言えませんからね。岸田大臣はさぞかし総裁選で争った高市さんのことが煙ったいとは思いますけれども、そこでですね、野党の恫喝に、負けてですね、高市さんを大臣をクビにしてどうすんですか。他の大臣だって岸田総理は俺の時も守ってくれないんだろうな、思うに決まっております。昔ですね、国家社会主義労働者党っていう党がドイツにありまして、そこの党首が言ってましたよ。テロには同規模のテロで対抗しないと必ず成功されてしまう。今まさにですね、立憲と共産と社民によるですね、難癖嫌がらせ、これが行われております。難癖嫌がらせには同規模の難癖嫌がらせで対抗しないと必ず成功されてしまうんですよ。自民党は立憲や共産の難癖嫌がらせには難癖と嫌がらせで対抗すべきと靴沢は思っております。この謎の文書を持ち込んだのが立憲の小西洋之という参議院議員なんですけれども、行政文書っていうのはですね、いちいち番号が付けられて、作られた目的や日時や作成者が記載された番号が付けられて、まるでカルテのような管理簿台帳で、管理されるものであるんですけれども、この小西洋之が持ち込んだ怪文書にはその番号が付いておりませんでした。そしてですね、厳重取扱注意とハンコが押してあったんですけれども、どうしてこの台帳に載ってないのか、管理されていないのかということをですね、言い訳にですね、小西洋之参議院議員は極秘文書だから、管理番号がないんだと、いうようなことを言っておりました。文書の種類には4、5種類ありまして、上から極秘文書、秘文書、厳重取扱文書、取扱注意文書というふうに、だんだん下がってまいります。私は豊島区議会議員時代、マル秘とですね、赤いハンコが押された書類は何通か見ました。ですけれども、3年3ヶ月の議員時代に、極秘文書、極秘とハンコをされた文書は、ついぞ見ることがありませんでした。小西洋之は、厳重取扱文書とハンコをされたものを極秘文書で、こんな嘘をついてですね、一斉に皆さんからツッコミが入っておりましたけれども、極秘文書をなんで小西洋之が持ってるんだと。どこで入手したんだ、そのことをかたくなに言おうとしませんよね、小西洋之は。極秘文書ならば、もっと厳重に管理しなくちゃいけないんじゃないのか、管理簿に載せなくてはいけないものではないのか、当時の総務省のトップだった高市さんが知らないのが、なんで極秘文書なんだ、このようなツッコミも入っておりました。あまりのツッコミの多さにですね、小西洋之参議院議員、とうとう昨日あたりですね、私は批判には、「き」に返さないとか書き込んじゃってまして、それは「い」に返さないの間違いではないかとたちまち突っ込まれておりましたけれども、最近ですね、小西洋之参議院議員、動物の癒し画像などを盛んにリツイートしているようであります。かなりメンタルがやられているんではないでしょうか。それもこれもですね、小西洋之参議院議員が謎文書の入手先、誰からもらったのか、いつもらったのか、これを言わないから追い詰められてるんですね。どうして言えないんでしょうか。それをもってですね、大臣の首を取ろうって言うんですから、もらった人ぐらい言ってもいいんじゃないでしょうか。入手経路も言ってもいいんじゃないでしょうか。どうして8年前に作られたとされる極秘文書と言い張っている厳重取扱文書を小西洋之が持っているのか、この辺の追及をすべきだと思います。名前が挙がっているですね、文書作成者とされる西方課長、長潮部長&局長、国会に呼んで話を聞くべきだと思っております。それをせずに高市大臣を辞めさせるなんていうことは、とてもとても不公平じゃないですか。そんなんでは日本が混乱いたします。小西洋之、立憲民主党、共産党は日本の混乱が目的でやっているとしか思えません。それとですね、岸田総理は毅然と、いつもふらふらしてないで、高市大臣を守ったらどうなんですか。一応ですね、高市大臣は閣僚で、岸田チームの一員なんですよ。チームの一員守れないような対象に誰がついていくんですか。岸田総理はもっとしっかりしていただきたいと思っております。